2019年の新型クリーンカンティーンを紹介します。でこれが16オンスモデル、これが今までの16オンスモデル、新型の方が若干背が高くなってます。旧型のカフェキャップ、こちらが新型のカフェキャップ。旧型はもうハンドルとかが全くなくて、本当にキャップ自分で穴を開けてつけれるようにしています。で新型はもう初めからこのステンレス製のハンドルがつきます。使わないときはカチッとすることができる。イエティの蓋と同じような溝が表に出たデザインで洗いやすい。シリコンパッキンは上のみ。カフェキャップ部分は今までと全く同じ構造みたいです。ひねってネジを外して押さえ込んでるこのプラスチックパーツを外すと、これがシリコンのパッキン、これがシリコンのパッキンで、表のパーツで分解して洗うことができるっていう仕組みです。戻すときはちょうどこの突起に、シリコンパーツについてる突起と合わせる感じで、プラスチックパーツをはめてネジで締める。これで完成。キャップの仕組みは今までとほぼ同じです。これが旧型で、もう一つ特徴が KT シリーズかなにもあったこのイボイボ。普通だとこういうネジ切りなんですけど、イボイボにすることによって回し込みやすくて洗いやすい。結構このネジ切りだとこういうところに汚れが残ったりするがない仕組みです。幅があって口当たりがいい。クリーンカンティーンの新しいやつはちょっと洗いにくくはないぐらいのギャップがついてます。後ろの作りとかは今までとクリーンカンティーンと全く同じ丈夫な塗装。今までのクリーンカンティーンはこの縁が細かった、の内側が洗いにくくて、で新しいキャップがどれぐらい液漏れしないかを実験してみます。今沸騰させたお湯を注いで、新しいカフェキャップを取り付けて、振っても引き出さない。問題なさそう。平気そうです。で、蓋を開けると、こうするか。閉めて、そんなに余ったのが出てくることもないです。もう一度やると、まあこれぐらい持ちやすくて洗いやすくて使いやすい、なかなかよくできた水筒だと思います。本日は2019年の新型クリーンカンティーンインスレートを紹介しました。